はい、炭酸生態のアンジです。今日も動画見たき本当にありがとうございます。今日も炭酸生態の効果実証済みの、コンテンツをあなたに提供していきたいと思います。今日はですね、このマラソンで痛めたアキレス腱のお話をしていきたいと思います。これはですね、僕のところに来ている40代の女性の方がですね、マラソンは好きで、こう走ってるんですけども、まあマラソン大会が近づけば近づくほどこう走ってる距離が増やしていくわけなんですね。約40キロ、42.195キロ走るために、こう日々毎週トレーニングしてやっていってるとですね、やはりこのアキレス腱周りであったり測定筋周りが痛みが出る方が非常に多いです。でこれはあの、マラソンだけではなくてですね、あのバレーボールでもそうですね。バレーボール、あの40代の方でこうママさんバレーとかもそうなんですが、そういう方してる方、アキレス腱が痛めてしまうっていう、いわゆる、病院に行くとですね、アキレス腱周囲炎ですね、ちょっとあの安静にしておきましょう、シップペタって感じで終わっちゃうんですけども、これが今は一般的な症状だと僕は思っています。これはしょうがないと思います。病院で、アキレス腱が痛いって言ったらこれができるのが病院の限界だと思うんですね。であとはもう安静にしておきましょう、無理しないでくださいっていうところが、それが一番ね安全牌だと思うんで、それを言われると思うんですね。で実際ですね、マラソン大会をしたくて一生懸命頑張ってた人が、アキレス腱痛めて、いわば安静にしときなさいでしときながら、いわば実際ほんまにね走りたいのに走れないで残念じゃないですか。でもですね、僕はそういう方ですね、当然ですね、あの走るのは極力抑えてほしいですけど、本人が走りたいんだと走ってもらわないとやっぱり悔いが残ると思うんですね。アキレス腱が切れるっていうかですね、そういうことをまで追い込む、それアスリートじゃないんで、女性、40代女性なんで、走るっていう、その言えば行為っていうか、そのことができたら僕は全てがいいと思うんですよ。で、こういうバレーボールもそうなんですけどね、マラソンもそうなんですけど、僕は炭酸をねいつも使ってます。炭酸を使って何をしているかというとですね、アキレス腱はあの痛かったアキレス腱の周りアイシングしたり、いわばマッサージが、軽い柔軟をしたりとかすると思うんですけど、僕はですねアキレス腱に直接アプローチするよりも硬い三頭筋ですね、ふくらはぎの筋肉、ここにですね、炭酸をかけていきます。こう足があって、ふくらはぎがあって、これはアキレス腱ですね、横から見てるんですけども、ここに炭酸をシューッとかけます。そしたらですね、ここの筋肉がやっぱりですね、アキレス腱が、周囲が炎症していくと、ここ、拘縮が始まるわけですね。硬くなってくるんですよ。硬くなる。筋肉が硬くなってきて、このアキレス腱のこの動きっていうんですかね、足首の動きがこう制限かかってくるわけなんですよ。あの、痛くなってきてるんで、体が信号を発信して、なるべく足首のこの動きをね、抑えようとして、いわば、切れないようにするわけなんですね。でもこの炭酸をかけて、筋肉の拘縮さえ取ればですね、この足首もこう自由に動くわけなんですよ。でアキレス腱の方のその周囲の炎症も、言えば取れてくるんです。なぜ取れてくるかというと、炭酸をかけて、血流を上げます。血流を上げたら血液の中の酸素が、この疲れてる硬くなっているところに流れていきます。流れていくとですね、筋肉がこう今まで必要としていた血液が流れてくるんですから、筋肉のその必要なその酸素がですね、動くための必要な酸素が吸収されて、また上体が上がってきます。パフォーマンスが上がるわけなんですね。それで、このアキレス腱痛かった人も走れますし、バレーボールでジャンプできなかった人もジャンプできるようになります。でただ忘れてはいけないのは、これで、良くはなったものの、まだその、要は、痛めてからの期間が短ければですね、しっかりアイシングもしないといけないし、なるべく使わないようにしないといけないっていうのも事実があります。でも、あの、今までのその、シップ貼って、テーピングしてとかいうよりは、炭酸をかけて筋肉柔らかくして動かす方が、絶対、施術効果もそうですし、治療時間というかですね、その、安静時間が、
ずいぶん短くなりますので、ぜひですね、もしあなたが、スポーツをしたくてもできない場合はですね、アキレス腱が痛くてスポーツができない場合は、炭酸水をですね、足首にかけてもらったら僕は変化が出ると思いますので、一回それで試してもらった後に、スプレー買うなり炭酸整体のお店に行くなりいろいろしてほしいと思います。ぜひですね、このマラソンで痛める、これからマラソンのシーズンですからね、気をつけてほしいと思います。ぜひですね、これを一回試してみてください。はい、まあこんな感じで今日は終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。